青森りんこチャンネルの登録者数が1万人を突破しました。ご視聴くださっている皆さん、本当にありがとうございます。1万人到達を記念してやりたかった動画があります。それは1本1万円のりんごジュースを飲んでみた。実はですね、青森には超高級1本1万円のりんごジュースがあるんです。青森のりんごジュースは本当にたくさんの種類があって、使ってるりんごの品種の違いもあるし、瓶とか缶とか紙パックもあるし、1本100円ぐらいのものから数千円ぐらいのものまであります。その中でも瓶で1本1万円は最低賃金ランキング約最下位の青森県民が、そったに高級だのとビビってしまうくらいに高級です。以前 M リーガーの大井高春プロ、通称タカちゃんにギフトで送ったことがあるのですが、200円のリンゴジュースと飲み比べをして、なんだこれ全然違う、リンゴじゃないって言っていたので、どんな感じなのかリンクも飲んでみたいと思っていました。でも、これをお世話になっている方にギフトで送ることはできても、自分に買うとなるとなかなか勇気が出ないので、1万人達成したら記念に買おうと思っていたんです。おかげさまで1万人達成しましたので、勇気を出して注文しました。ドキドキしながら到着お待ち。届きました。神々のリンゴです。しっかりした木の箱に入ってるようなのですが、さらに何重にも包まれてますね。こんなに高いジュースは開けるのも緊張するなー。まず外側の紙を外して、わー、すごい！和の高級品って感じがしますね。ちょっと硬めの布素材です。この布はテーブルマットとしてリンコの動画のレギュラーになる予感がします。布をほどくと、さらに箱です。金色ですね。うわ、見て！この中にさらに箱があるのですが、和紙に金のシールで留まってます。すべてが高級感ありますね。中にはチラシと新聞に掲載された時の記事が入ってますね。この和紙も剥がして、こういうのいつもうまく剥がしたいなって思ってるのに難しいんだよな。はい、木箱です。見てください。こんなにしっかりした箱に、さらに高級っぽいラベルです。横にも金のシールで封がされてますね。こんなにしっかり包まれてるものだと、ギフトでいただいた時にもすごいテンション上がりますよね。青森の高級マトリョーシカやー。たまには面白いことを言おうとして、慣れないことをしたことをお詫び申し上げます。さあ、これも開けていきましょう。横のシールを外して。じゃーん！うわー、すごい！もう見た目が高級すぎる。なかなかこんなに高級ないでたちなものに出会うことってね、そうそうないので、もうすでにすごい興奮してます。瓶がツルツルじゃないのも高級感あるし、ラベルとかフォントとかも雰囲気あるし、そうそう、皇室献上品でもあるジュースなんです。リンコは今からこれを飲んでいいのでしょうか。神々のリンゴについての紹介も入ってますね。たくさんメディアにも紹介されているようです。ではいよいよ飲んでみましょう。せっかくなのでね、青森の伝統工芸品津軽ビードロのコップで飲みたいと思います。金属ラベルを外して、あ、蓋いいですね。青森県のマークです。で、蓋を開けて、まずは香りを。うん！すごい爽やかで濃いリンゴの香りです。では、いきますよ。注ぎます。わあ、緊張する。ああ、注いでる感じは普通のリンゴジュースですね。結構果物のジュースって、さらっとしてるものとか、とろみがあるものとかあると思うのですが、これは普通にさらっとしてます。色はね、ちょっと濃いめでしょうか。敷いてるものが統計色なので、ちょっと白いものを後ろに引きたいですね。あ、ありました。どうでしょう。結構濃いのわかりますか？ではでは、本当に飲んじゃいます。い
ただきます。すごいリンゴなんだけど、シンプルなリンゴじゃなくて、すごいいろいろな風味が複雑に絡まり合ってるみたいな甘みと酸味がね、あるんだけど、そのバランスもすごい良くて、口いっぱいにね、リンゴの美味しさが広がるんだけど、後味はすっきりしてるから、どん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 飲みたくなっちゃいます。これ、タカちゃんが、なんだこれ、リンゴじゃないって言ってたんだけど、それもわかります。シンプルなリンゴっていう感じの味じゃないですね。調べたところ、どうやら蜜たっぷりの山藤と香りのいい王林と爽やかな香りと甘みの金星、そして甘酸っぱい三女菜、この4種類をブレンドしたジュースのようです。このブレンドが味の秘密なんですね。そこの方には檻がありますね。これはストレートジュースによくあったりするのですが、リンゴの繊維とかが含まれたものですね。優しく振って、もうちょっとだけ飲みたい。美味しい。これ恐ろしいことに、一人で一本開けちゃいますね。美味しくて飲みやすくて一瞬でなくなる1万円のジュース。怖すぎる。もっと飲みたいんですけど、あとはね、大事に取っておいて、でも劣化する前に大事にちびちび飲みたいと思います。いやー、皆さんどうでしたでしょうか。見た目の高級感とか味の美味しさもそうなんですけど、1本1万円のリンゴジュースってすごい話題性もあると思うので、ギフトとしてすごくおすすめです。こちらのリンゴジュース、神々のリンゴについて概要欄にもリンクを貼ってますので、気になる方はぜひぜひチェックしてください。そしてどうしてこんな1万円のリンゴジュースが生まれたのか気になりますよね。なのでこのリンゴジュース、神々のリンゴを作っている真っ赤なフォントの代表、対馬さんにお話をお伺いしました。対馬さんにインタビューした動画も近日公開予定ですので、この高級リンゴジュースの生誕秘話、ぜひ聞いてください。対馬さん、ありがとうございます。これからもいろんな青森グルメを紹介していきたいと思うので、これ食べてみてほしい、飲んでみてほしいというリクエストがありましたら、動画にコメントしてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ヘバねー。